やっと、やっとこのベルトが俺の腰に戻ってきた。これ、冷静にね、今日試合前に冷静になって最後にこのベルトを手放してからどんくらい時間経ったのかなってちゃんと数えたんですよ。そしたら6年でした。まさら旗揚げして1年目、そこからもうずっとこのベルトと離れてたんですよ。過去を別にぶり返すつもりとかはないけど、まさら始まった当初からこのベルトは、まあ、俺というプロレスラーを生んでくれたイデオンプロレスのベルトだし、人一倍やっぱり思い入れがあるつもりでした。でもやっぱここ数年挑戦権争った中津とか他の若い選手も成長して、もうずっとそうですね、中津にも塚本にもここ2、3年ずっと負けてて、今回このベルトを取れなかったらもうもしかしたらチャンスないかなって、もう挑戦する資格もないんじゃないかなってという気持ちで今回は戦ってました。だからこそこのベルト本当に自分にとって価値あるベルトだし、今日の一戦も本当に価値あるものでした。中津と塚本にももちろんリベンジしたっていう気持ちもあるけど、まだもう一つね、自分どうしてもリベンジしなきゃいけない相手がいるんですよ。まあ本来だったらこのベルトはバサラのリングで普段戦ってる選手が競うものかもしれないけど、ここはチャンピオンの特権として 9.23 大阪大会、俺がどうしても10年以上前からどうしても勝てなかった相手、沖縄プロレスのエイサー8、あいつを挑戦者に逆指名する。あいつに勝ったら俺はまた一つ成長して真のチャンピオンと自分で誇り持っているんじゃないかなってそう思います。 9.23 大阪、絶対にあいつとやってこのベルト応援したいと思います。まだオファーもしてないけど、以上だ、よろしく。ここでベルトを守れば群馬にベルトを巻いて、そうですね、別に逆指名とかしなければこのまま持って帰れるかもしれないけど、俺はそんな中途半端な気持ちじゃ群馬には戻れないと思ってる。だからきっちり倒さなきゃ、相手きっちり倒さないといけない相手全部きっちり倒して、そして群馬県神流町大会、僕が今在住している群馬県神流町大会で、いいですか、もう一回言いますよ、10月14日群馬県神流郡神流町大会で、このベルト群馬県の皆さんの前で掲げたいと思います。